西団連邦ゲダルヤ方面軍所属のアンドラーシュ艦隊を率いるジュゼ・シャビエル准将は、事実上オルムス所属の艦隊と交戦状態に入った旨を表明。これを受けて惑星ミクタムを占拠していたオルムス軍は、同中域に駐留中の連邦艦隊に対し軍事行動に出た模様です。アンドラーシュ艦隊は先日ゲダルヤ中域で発見された小惑星の調査のために派遣された艦隊であり、小惑星の所有権を主張するオルムス軍とこの数日間睨み合いが続いていました。なぜオルムス軍が連邦の所領であるゲダルヤ中域に艦隊を派遣していたかは現在のところ不明です。オルムス側のスポークスマンからは戦闘の意思はないとのコメントが出されていましたが、再三にわたる大軍勧告に応じなかったために、同艦隊は軍事行動に出たものとみられます。行方不明？エルザが？委員会の依頼で浮遊物体の調査に向かったんだけど、当該中域の UMN が突然異変をきたして、おそらくイマジナリーポケットに落ち込んだんだと思う。それでみんなは？船長たちは無事なの？外部との通信が遮断されちゃって、その中の様子はわからないんだ。そう。でも私では力になれないと思う。知ってると思うけど、私もうベクターを。うん、ジンさんから話は聞いてる。一応アレン君に連絡してみるけど、コスモスも面倒なことになってて。いや、ダメ元で聞いてこいってジュニアが言ってたからさ。気にしなくてもいいよ、一応耳に入れておこうと思って。ごめん。西団連邦政府は加速度的に勢いを強めるグノーシス現象を憂慮し、グノーシスの勢力範囲近辺の惑星国家に対して避難勧告を発令しました。政府広報はオグドアス中域で先月発生したグノーシス現象を機に、近隣中域において少なくとも100を超える惑星国家が消失していると発表。現在西団連邦政府では緊急対策本部を設置し、該当中域にエイグス部隊を展開していますが、グノーシス現象の規模縮小に対しての効果は出ていないものと思われます。最近この手の事件が多くなったね。兄さん、まだ続けてるんでしょう？うん、今はデュランダルでエルザ救出の手伝いをしてもらってるよ。そっか。心配かい？まあちょっとね。でも言って聞くわけでもないし。シオン、大丈夫？顔色が悪そうだけど。え、大丈夫よ。最近ちょっと疲れが。シオン！